はい、どうも、昼下がりのジャマイカです。今回はですね、ベンデッタの動画となります。あ、ちょ、ちょ、まだ、やめろ。やめろ、ちょ、待って。ちょっと待って。いきなり出落ちなんだけど。よし、ここでいいか。ということで、はい、今回はですね、ベンデッタの動画となります。こちら、ベンデッタというアプリがですね、MMORPG なんですけども、昨日の18日に配信されてきましたということで、そちらをね、早速めちゃめちゃ育ててきました。ということでね、初心者の方が何をすべきなのかということをですね、今回は紹介していきたいなと思います。僕も昨日始めたのでね、最初何したらいいのか分かんなかったんですけども、2日目にしてね、何をしたらいいのか、絶対最低限1日に何をしたらいいのかがね、分かってきたので、ちょっとね、紹介していきたいと思います。はい、こちらサクッといったんですけども、探検の部分のダンジョンですね。これは、ま、毎日やった方がいいかなと思います。まあ、ただね、これよりも優先してやった方がいいものというものがね、あるので、後でご紹介します。はい、では、ダンジョンで何ができるのかというものをね、ちょっと軽く紹介していこうと思います。こちらね、すべてのダンジョンが、ま、チケットが必要になりますね。こちらですね、時間で回復していきますので、これはね、1日に何回かできるかと思われます。ほんで、ま、ここで5部の金庫でもらえるものはですね、こちらゴールドと、あとはこちら装飾品ですね。装飾品、アクセサリー類と、あとは異物ですね。まあ異物に関しては今度動画で紹介しようと思います。はい、そして下の部分、こちら自動リピートというものがあるんですけども、ここにチェックを入れておくことによって、まあ、放置をしながら自動でこのね、この5部の金庫というものを回してくれるというシステムがあるんですよね。まあ、ここにチェックを入れておくことによって、まあ、ずっと放置しておくことができる。まあ、ただね、これ放置しているとスマホが検知するっていうことがありますので、そこは注意してください。はい、ということで続きまして、ゴーレム研究所ですね。こちらはですね、曜日ごとにできるものが変わってきます。まあ、ここで手に入れるものは、守護妖精というね、まだ僕はアンロックされてないんですけども、守護妖精というもののかけらと、こちらが特徴的ですね。はい、防具昇格石、そして強化石ですね。強化石2つですね。1と2。一番まあ重要なのといえば、まあこちらですかね。防具昇格石。防具を昇格していくときに必要なものなんですけども、まあ、こちら昇格石はね、このダンジョンが一番多く手に入るかなと思います。ちなみに月曜日一番上がですね、こちら武器の昇格石とか強化石で、その下火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日という感じになっております。まあ、ちなみにね、日曜日はこんな感じで、まあ、全てのね、この全ての種類の昇格石と強化石が手に入るのかなと思いますね。はい、ということでこちらも自動リピートという機能が使えますので、こちら何か作業しつつ放置で回していくっていう形でもいいのかなと思います。はい、そして続きましてはですね、こちら試練の洞窟ですね。こちらはこのもらえるもの、スキル教本というものですね。こちらスキル教本って何なのかと言いますと、まあ、スキル強化、特殊スキルを強化するときに使うものなんですけども、まあ、スキル、ちょっと見てみますね、こちら。この下の部分、特殊スキルですね。こちらを強化するときに必要な素材となっております。まあ、試しに強化しますが、こちら、10個使うんですね。はい、ということで残り2つになりましたね。はい、この特殊スキルの強化に使う素材を集められるのが、先ほどのダンジョン、試練の洞窟という場所になります。まあ、ちなみにここも自動リピートで、まあ、自動でね、オートでやってくれることになります。はい、ということで、続きまして、エリートダンジョンですね。こちら右下。エリートダンジョン。こちらはですね、もらえるもの。まあ、ウィング素材というね、ウィングの超越に、まあ、使用される、羽という、まあ、素材ですね。ウィングというものは、まあ、ちなみに、どうだっけ、ウィング。成長か、ここですね。こちらがですね、ウィングというものがね、多分レベルで、レベルか、まあ、クエストかなんかで多分ね、解放されると思うんですけども、ちょっと忘れちゃったんですけども、こちらを超越していくときに必要な素材となります。はい、ただね、エリートダンジョンね、若干難しいので、なるべく自分で操作してやっていくことをお勧めいたします。はい、ということで続きましては、ストーリーモードなんですけども、こちらはですね、まあ、唯一、ダンジョンの中で多分ダイヤを手に入れることができる場所かなと思いますね。まあ、初回クリア報酬としてダイヤを手に入れますので、1回クリアしたら手に入れることができません。ということで、ここでもらえるもの。こちらですね、乗り物のかけら。まあ、乗り物系がこのストーリーモードでもらうことができます。まあ、乗り物の素材であったりね、乗り物系はストーリーモードということを覚えておいてください。ということで、乗り物はこちら。成長の乗り物部分ですね。まあ、これを強化していくときに使うのが先ほどの素材となっております。まあ、例えばこちらでわかりやすいんですけども、こちらですね、素材。はい、乗り物素材というもので、
まあ、必要となってくるんですけども、まあ、こちらを集めるためにストーリーモードをしていくという形になりますね。はい、ということでこれでダンジョンをやるべき理由というものが分かったんじゃないかなと思います。まあ、ダンジョンはね毎日やっておく必要がありますので、戦闘力アップにつなげるためにダンジョンはぜひやってみてください。はい、そして下の部分 RVR というものがあるんですけども、こちらね時間が決まって多分ねできるモードなんじゃないかなと思います。こちらね僕占領戦しかまだやってないんですけども、デスマッチチーム戦闘というものはちょっとね経験してからちょっと解説していきたいなと思っております。ということで占領戦ですね、こちら占領戦はですね結構経験値大きく得られるんじゃないかなと思います。まあ、その他いろいろな報酬が得られるんですけども、まあ、こちらのルールはまあさっくりと説明しますと、ですね、まあ、拠点を制圧して守り抜くっていう、まあ、戦いになるんじゃないかなと思います。まあ、占領戦という名前通りですね、占領してそこを守り抜くっていう形ですね。まあ、とにかく僕がおすすめの戦い方としましては、まあ、真ん中にですねこちらコア拠点というものがあるんですけども、こちらがですね3秒ごとに28ポイント手に入れることができるということですね。通常の拠点よりも大きいポイント率となっておりますので、こちら真ん中はですね絶対確保しておきたいかなと思いますね。でこちら真ん中と、まあ、味方の部分ですね、味方陣地に近い2つの通常拠点をですね守り抜いて戦っていくという形が一番無難なんじゃないかなと思います。まあ、詳しい説明はね、まあ、自分で読んでいただければ幸いです。ということで次の説明に移っていきたいと思います。はい、ということで続きましてはですねこちら特に重要なものなんですけども、デイリーですね、デイリークエスト、まあ、こちらは毎日更新されるクエストとなりますので、まあ、これは絶対やっておくべきかなと思います。こちらキャラクターのクエストのデイリーの部分に表示されているんですけども、こちらですね、まあ、デイリークエストの中には先ほどのね紹介したダンジョンのクリアをしようというものも含まれておりますので、まあ、先にダンジョンのチケットを消費してしまわないように注意しておく必要があるのではないかなと思います。まあ、これがですね、まあ、多分入ってログインしてから一番一日の最初にやるべきものなのではないかなとは思っております。まあ、結構ねもらえるんですよね、やっぱり経験値もこのなんていうんですかゴールドも結構もらえますので、こちらはクリアしていく必要があるかなと思います。はい、ということでベンデッタ最初の動画はこんな感じで終わらせていただこうと思います。まあ、ぜひ初心者の方はですねこちらを参考に日々のやることを決めていけばいいのではないかなと思います。まあね、この MMORPG の利点といいましては、忙しい方でも、まあ、放置しても強くなれるということがメリットだと思いますので、皆さんもぜひしっかり放置しながら楽しんでみてください。ということでちょっとエンディングは荒野行動なんですけども見てくださってありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。今後も頑張って動画をアップしていくので、もし不快でなかったらチャンネル登録高評価の方を下のボタンからクリックしていただけると嬉しい限りでございます。検証してほしい、動画にしてほしいというものがあったら、ぜひコメント欄の方からお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。